武部山城は、丹後国笠郡に、室町時代から、戦国時代に存在していた、日本の城。室町幕府の重鎮として栄えた、有力守護大名、一色氏の根拠地である八田守護所の背後にあった、爪城。八田城、田辺城ともいう。南北朝時代の1336年に南朝に、味方した豪族によって築城されたとの伝承も残る。 関能騒動の時に、足利軍によって、北朝側の拠点になった。単語国の守護として、足利氏の一門であった一式藩校が入ると、竹部さんの麓にある八田に、単語守護所を構え一式次第第の居所と定めた。また、八田の守護官の背後に立つ竹部山に、竹部山次郎を築き、戦時の際の城として、守りを固める。 一式市当主が室町幕府の住職に任命され不在の時は一門の者が留守を預かり重心が補佐した。戦国時代に入っても一式市代々の居城として続いたが、1579年に織田信長の命を受けた織田家三家の武将、細川藤孝が単語を攻撃、各地で長岡市に敗れた一式軍は竹部山城に籠城するが、 細川軍の猛攻の前に崩壊する。一式軍機によれば、細川軍に敗れた丹後主語、一式義道は、近くの中山城に移ったが、同城主、中山神戸への裏切りにより自害した。小田政権下で丹後は、一式氏、長岡市によって二分され、武将の一人として存在が許されていた、一式義道の子である、義帝が当主であったが、居城は、弓城城に移った。 しかし、本能寺の変後の混乱の最中に義定は、藤高の居城宮津城に誘い出されて暗殺された。豊臣秀吉によって、丹後全域統治を任された藤高は、良好を抱える宮津城を本拠とする一方、笠郡における拠点としては、平地部にあった、発達所を回収した鍋城を築城したために、山城である、竹部山城は、廃城となった。西舞鶴市街地から見た。 竹部山一部以降が残る。竹部山自体が標高315メートルと周囲の山よりもやや高く、同時に田辺富士、丹後富士と呼ばれる優美な形をした山であり、加えて山頂から眺める舞鶴湾などの景色が絶景であるため、地元民のハイキングスポットとなっている。また、山頂には旧陸軍舞鶴要塞の放題跡なども残っており、 近代史の探訪も兼ねることができる。なお、現在では3名を竹部さんと読むのが一般的になっている。ありがとうございます。